さあ、こんにちは。はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。来ましたね。来ました。はい。まあ阪神マジック26という、はい、ね、なんか、まあ、順調にね着々と減らしていきますが、そうだね、はい、ただ戦う姿勢とかね、うん、まあ、素晴らしいものがあるね、阪神は。ちょっとね、この3連戦もいろいろありましたね、はい、阪神の試合もね、はい、で今週は、今週というかこの3連戦は、うん、まあ、ノーヒロ、ノーヒットノーランがあったり、うん、ありましたね、まあ、いろんな記録がね、うん、まあ、達成した一方、一方、まあ、止まった記録もあるというね、はい、はい、まあ、そういう、うん、はい、まあ、3連戦でしたけども、うん、まあ、高校野球はベスト4が出揃いました、はい、ね、まあ、いよいよ大詰めということで、うん、ね、もうどこが勝ってもおかしくないようなベスト8のチームだったんですけど、はい、やっぱりね、いろんな試合ありましたけど、まあ、勢い持ってるチームと実力が本当にしっかりあるチームとね、うん、まあ、いろいろ様々だけども、うん、まあ、面白いベスト4になると思うよ。いつもドラマがあって高校野球は目が離せませんが、そうだね、はい、で今日も看板やちいちゃんということでよろしく、うん、よろしくお願いします。はい、それではセリーグ、はい、ね、はい、はい、こういう結果になりました。はい、はい、DeNA 対阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、広島と巨人は広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと中日はヤクルトの3連勝という結果になりました。はい、はい、まずはでは DeNA 対阪神、うん、DeNA 東、石田、バウア、はい、まあ、これが先発、はい、で阪神は村上、青柳、伊藤ということでね、うん、まあ、2勝1敗というふうに阪神が勝ち越すわけだけども、はい、まあ、1試合目、初回大山の先制タイムリー、うん、まあ、しかし4回に宮崎の同点ホームランということで、うん、まあ、1対1ね、で1対1から、まあ、7回西からツーアウトから梶原が出ると、はい、まあ、山本の二塁打で帰ってくるというね、うん、山本がタイムリー、決勝タイムリーというね、はい、いうことだったんだけども、まあ、9回問題はダイソーの熊谷が、うん、まあ、盗塁も、まあ、守備妨害か、あ、走塁妨害かね、はたまたタイミングがセーフだったからセーフなのか、うん、まあ、いろんな物議が醸し出したんだけども、はい、ね、まあ、うん、これは別動画で撮ってるんで、うん、まあ、そちらをちょっと見てもらえるとありがたいですね。はい、はい、問題のシーンというか、まあ、そうだ ね、あの物議を醸したそのシーンですね、はい、ついては、まあ、岡田監督の抗議があって、うん、なんていうの、コミッショナーの方もやっぱこう今日かな来て、うん、まあ、いろいろ話をして、うん、まあ、そういうルール改正だとかいろんなことに対して、まあ、対応していくというようなね、ね、まあ、ことを伝えたみたいなんだけどもね、一応こう抗議文というような形になるんですか ね、はいはい、はい、ということでね、それでね2対1でこれ、まあ、DeNA が勝つということなんだけども、うん、まあ、阪神も7回にね攻勢をかける、うん、ね、ワンアウト1、2塁から原口代打、はい、原口が内野安打、ワンアウト満塁になり、うん、村上に代えて代打ミエセス、うん、まあミエセスも粘って粘ってね、うん、で三塁線にいい当たりを打ったんだけども宮崎の候補でダブルプレーになったと、ね、まあ、この時にね、東は、うん、足がつってたんだよね、うんうんうん、だけどちょっとここは僕に任せてくださいということで、まあ、言ったみたいなんだけども、はい、東投手が、ルーキーイヤー以来の10勝ということで、はい、まあ、7回101球7安打1失点、うん、ね、まあ、足がつるけども頑張ったという、ね、もう今はねそういうこととの戦いもありますからね、まあ、そうだね、うんうん、で2試合目、はい、6対2、はい、阪神初回牧野先制タイムリー、はい、まあ、昨日とその前の試合と逆になってんだよね。そうなんですよね。まあ DeNA が先行した、うん、でここの石田青柳という両投手は、はい、まあ、立ち上がりにちょっと難があって、うん、どう立ち上がっていくかっていうのが、うん、まあ、非常に問題だったんだけども、はい、まあ、石田はうまく立ち上がったんだよね、うん、あのピンチがありながら、大山をダブルプレーにとってまあ難なく難を逃れて立ち上がったというね、うん、まあ、しかし青柳は、まあ、牧に先制されたという、うん、でゲームが動いたのは 1-0 で迎えた6回そうですね、ね、うん、DeNA が勝ってる場面で、うん、石田を変えたんだよね。そうなんですよね、うん、あの石田投手それまで
こうとしてたような、まあ、5回をね、うん、69球3安打無失点に抑えてたんだよ、うん、そうですね、まあ、これねゲーム始まる前のプランとして決めてる場合があるんだよね。うん、で石田っていうのはここのとこ悪かっただけに、うん、まあ、5回で変えようっていうようなプランから、まあ、6回から石川が上がり、うん、ちょっとピンチを迎えて、まあ、上茶谷が行くんだけども、うん、まあ、失点をしたという、うん、でなぜ変えたのかなっていうね、まあ、疑問がちょっと残るんだけどもね、はい、まあ、これはやっぱこうチームを預かってるそういうプランがあってやってることだから、まあ、何とも言えないけど、でも柔軟にしといた方がいいのかなっていう思うよね。そういう石田がいい時にやっぱ引っ張るだけ引っ張った方が後ろは楽になってくるから、うん、で石田投手本人もね、うん、なんか今降りるのはっていう気持ちにはならないですか。まあやっぱりこう悔いは残すというかね、もうちょっと投げたかったっていうね、まだ69球だから ね、 ねでこの中杉陣、うん、まあ、次から出てくるんだけども、はい、どんどん全員が失点を重ねたという、うん、そうなんですよね。だから投手交代が、まあ、流れを変えてしまったかなというね、うん、まあ、そういう、まあ、試合だったんだけども、結局6回7回8回9回か全部得点が入ってしまいましたよ ね、 そうだね、うん、で阪神は3番に小野寺入れたんだよね、うん、で森下を外したの、はい、で4番の大山、うん、で木浪に代わって入った小畑が3安打というね、はい、だから傭兵を変えてきた、うん、ね、それがもう当たったというさ、うん、3番小野寺なんかはもう同点タイムリーとかね、うん、で大山の犠牲フライで勝ち越しとかで、木浪に代わった小畑がチャンスメイクをするなど、うん、まあ、非常にいい活躍をしたよね、うん、はい、で青柳が勝ったという、うん、でこの時点でマジックが27になったと、はい、はい、という、まあ、2試合目、はい、で3試合目、うん、バウアー対伊藤2対0、うん、はい、まあ、伊藤が完封9回、ね、114球6安打、うん、無失点という、この114球というのも素晴らしい、ね、まあまあ少ないよね、うん、で甲子園で3度やってんだけど、はい、この完封が4度目なんだけどもね、うん、まあ、他の球場でやったのが初めてということ。ただその伊藤は横浜高校で、あ、まあ、横浜スタジアムを使ってたし、うん、まあ、懐かしの場所でね、完封をしたという、馴染みの球場という感じですか ね、 そうだね、うん、でどうですかっていうことに対して、うん、まあ、最高ですと、うん、まあ当時を思い出したのかなというような感じがするけども、なるほど、まあバウアーが投げてて2回、うん、木浪に先制タイムリー、はい、で4回には伊藤のタイムリーピッチャーのね、はい、うん、で下位打線8番9番に2失点ということで、ちょっとバウアーにとっては悔いが残るかなというね、うん、ただ阪神は小野寺が、あ、小野寺じゃない、ごめん、小畑が、はい、昨日3安打してるのに今日は木浪を使ってくるんだよね、うん、でそれがその木浪が、まあ、期待に応えるという、うん、で伊藤7回唯一の得点圏に行くんだけども、はい、ランナーを進められるんだけども、うん、大和をダブルプレー、はい、まあ、期待したけどね、うん、大和勝負強いから、ね、で9回にはちょっとヒヤッとする場面、うん、外の大きなライトフライを森下が、まあ、ファインプレーという、うん、ことで、まあ、完封になったんだけども ね、 ね、まあ、見事なこの暑い時に、うん、まあ、伊藤が完封してくれる。でその前の2試合も中継ぎを使い、うん、ね、やりくりをしていた。だけどこの試合で伊藤がね完封をしてくれる、うん、リリーフ陣を休ませた、うん、で2日間休ませる、これは大きな完封だよね。ね、うん、でね、バウアーも悪くはなかった、うん、そうですよね、まあ、ただ反省すべき点は8番9番、まあ、確かにバットを持ってるしね、うん、振ってくるからそれ当たりゃね、ヒットコースに飛べばあれなんだけども、バウアーが8回、うん、120球9安打2失点、はい、でね、やっぱチェンジの時にファンに対してアピールするんだよね、うん、もっと声援くれみたいなそんな感じで鼓舞してるんだよ、うん、ファンを、ね、
やだけどあれは自分に対してとやっぱチームに対しての苛立ちだと思うんだよね、うんうん、なるほど、なんとかしろよって、うん、負けられないんだろっていう、うんうんうん、だからああいうね戦う姿勢っていうのはやっぱ素晴らしいと思ったね、うんうん、見たことない光景ですよね、見たことない ね、 ね、うん、でね阪神の方は初戦に落としてるわけよ、うん、だけどあの岡田監督のあの抗議、うん、ねあれでやっぱり流れは変わってると思うんだよね、うん、勝負ごとってね、しかももうね、うん、試合が終わる直前というかね9回の話ですしね、うん、そうそうそう、うん、で絶対引かなかったというね審判に対してその間もベンチのねメンバーもみんなこう岡田監督の後ろで見守っててね、うん、そうだからその、うん、本当にあの勝負をしてるというねああいう指揮官の姿を見ると、うん、やっぱ選手っていうのは奮い立つなっていうふうに、うん、それはすごく感じた。なるほど、はい、で、うん、DeNA の方は今日宮崎が先発から外れてんだよね、はい、そうでしたね。この2試合っていうのは素晴らしく良かったんだけども、うん、動きとかもね、うんはい、だけどちょっと怪我による抹消ということで、はい、脇腹の方だっけ。そうですね、なんかこう肋間っていうかこうね、うんだから、まあ、脇腹だとちょっと時間かかるし、うん、今季も絶望になっちゃうのかなって。左肋間筋っていうと、うん、まあ、脇腹だよね。脇腹なのか背中の方なのか、うん、ちょっと心配なんだけど、ね、うん、まあ、21日に抹消されるということでね、うんうん、ちょっとこれはね痛いな。どうなんでしょう、炎症ということはなんか痛めたっていう風なのとはまた違うんですかね。まあ、痛める前なのかもわからないけど、うん、やっぱりこう違和感があるんだろうね、うん、まあ、それで、まあ、10日間は絶対離脱するわけだからさ、うん、で次の対戦が広島、直接2位と3位の戦いだから、うん、ここに宮崎を欠くっていうのは DeNA にとってはすごく痛いね。そうですね、まあ、天才的な打者だからね、うん、これがいなくなるっていうのはちょっと戦い方も少し考えなきゃいけなくなっちゃうかなっていうふうに思うよ ね。この10日でしっかりなんかね治ればいいですけど、うん、まあ、治ってくれるといいね、うん、で目についたのが、はい、まあ、岡田監督ね、うん、やっぱ選手の使い方がうまい。なるほど、小畑を使ったら3安打、ね、木浪を使ったらタイムリー、先制タイムリーヒットとかさ、うん、やっぱこう小野寺を使ったり森下を使ったりだとか、うん、まあ、いろいろ刺激を与えながら使い方っていうのは非常にうまいなっていうふうに思った3連戦でした。うん、なるほど、はいはいはい、続いて広島対巨人、うん、ね、広島、森下、玉村、はい、で巨人は戸郷、横川、メンデス、はい、で初戦5対4、巨人、うん、ね、まあこれは何と言ってもね後で話すけども、まあ、まあいいか。3回ブリンソンと秋広がね交錯して落球がありながら、うん、まあ、3点を先制されるんだよね、うんうん、まあ、しかし、5回中田を二塁に置いて、はい、浅野がプロ入り初ホームラン、はい、おめでとうございます、ね、おめでとう、打って1点差にするというね、素晴らしかったです。で、うん、そのスライダーの打ち方なんだけどもさ、うん、なんていうのかな、全力で振らなかったんだよね、抜かれてるから8割ぐらいのスイングをして持っていったんだよ、うん、まあ、力もあるんだけどもさ、うん、そこら辺その瞬時に変更できる非凡さ、うん、それを感じたホームランだったよね。で巨人が8回に同点、はい、まあ、9回には吉川三塁打、うん、でワンアウト三塁から岡本のタイムリー二塁打で、まあ、勝ち越すという ね、 ね、まあ、なんといっても浅野の初ホームランを勝ちゲームで祝ったという。本当にでそれも岡本がね、祝ってあげたという9回にね、うん、でね、うん、ルーキーで18歳のルーキーでホームランを打ったのは、はい、まあいろいろいるんだけども、松井秀喜だとか、うん、まあ、岡本和真もそうなんだよね、うんうんうん、でその岡本が打ってくれたというね、うんうん、非常に、やっぱ初ホームランが勝ちゲームか負けになるかはすごく大きいから、うん、まあ、ここでね4番頼れる兄貴が、うん、打ってくれた。でツーショットでベンチの中で写真撮ってたけどさ、試合後にね、試合後にね、うんうん、あれはいいショットだったなっていうふうに、本当ですね、思うね。もう初ホームランっていうのはもう一生一度の、まあそうはもうそうだよね、そこからのスタートだからね。そうですね、もうずっと覚えてるものでしょうしね。そうだね、豊さんも覚えてますか。まあ覚えてますよ、松岡弘さんからカーブを横浜スタジアムで
ライトスタンドに打ったというね、はい、もうこうやってね鮮明に覚えてますもんね、何年経ってももうなんかこうボールの入ってくる角度まで覚えてるというね。で広島の方は、はい、まあ、これ心配なのが、うん、島内矢崎が、まあ、失点するんだよね、はい、だからちょっと心配だと思ってたのが、うん、まあ、矢崎がちょっとやっぱり再調整ということで、うん、登録抹消になったんだよね、はい、うん、まあ、次の日にね、うん、だけど広島は島内矢崎で8回9回を頑張ってただけに、うん、矢崎がいなくなるっていうのはちょっと心配な話になってくるかな。そうですね、はいはい、で2試合目は6対3、はい、広島、うん、まあ、2回に先制された、だけど、はい、まあ、5回秋広と丸が森下の打球をお見合い、うん、あの2回に先制されるんだけど、はい、まあ、あのちょっと秋広とその前もブリンソンがぶつかったりだとか、ね、この日も秋広と丸が、うん、あちょっとお見合いしたような形で森下の打球を落としちゃうんだよね、うん、うん、まあ、そこから3点を失うんだよ、うんうん、で6回にはデビッドソンと末金のホームランなどで突き放されるという、うん、まあ、8回に岡本の33号スリーランが出るけども、まあ、ミスが痛かったというね、ね、まあ、試合なんだけどやっぱミスをして、まあ、前回の試合も3点3失点してる、うん、まあ、今回もお見合いから3失点してるというね、うん、で、まあ、この試合負けたことによって、はい、まあ、対戦成績、うん、まあ、広島が今年の勝ち越しを決めたというね、うん、巨人に対して、まあ、ちょっと巨人は苦手意識があるのかな、うん、うん、で森下が8回7安打、はい、3失点、うん、まあ、好投だよね、はい、でこの試合で 3点差の9回西武、うん、抑えに出てきたのが栗林、はい、うん、栗林があの抑えピッチャーに返り咲いたという ね、で西武を上げたという、うんうん、もうどうですかこの抑えで栗林投手は。まあ、矢崎がいないから、うん、まあ、栗林の状態もね、あの新井監督が、まあ、楽なところとか、うん、まあ、厳しいところとか、うん、中継ぎの中でこう使いながら、はい、調整をさしながらね、うん、調子が上がってきてることは確かなんだよね、うんうん、だから、まあ、栗林でもう行くだろうなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、はい、で巨人はね、うん、岡本以外8人を森下用に左バッターを並べるんだよね、はい、だけどこれも功を奏さず、まあ、岡本のスリーランで終わってしまったという試合でした、うん、はい、はい、で3戦目、うん、7対5広島、はい、で初回デビッドソンのツーランなどで、うん、まあ、3点をリードされ、はい、でこのデビッドソンに対しては14本ホームラン今年打ってるんだけども、うん、はい、そのうち巨人戦で8本打たれてるんだよ、ね、巨人が、うんうん、まあ、打ってるんだよ、まあ、得意としてる、うん、まあ、巨人今苦手としてる、まあ、ここら辺やっぱデビッドソン2試合連続、うん、ね、痛いところでホームラン打たれてる、ね、で2回には末金が、ソロホームラン、うん、これも2日連続というすごいですね。だから同じバッターに2日連続打たれるっていうことはやっぱ対策的にはね、ちょっと何かしないと、うん、まあ、巨人の方はダメだし、うん、まあ、デビッドソンは状態が上げてきたし、うん、末金はもう必死でした、苦しかったですと言ってましたね。まあその2日目ね、うん、やっぱりこう結果が出ない、結果が欲しい、まあ、わあのプロ入り2年目だけどさ、はい、そうですね、だけど年はね、いい年してるんで、うん、いい年、うん、あの27歳かな、27歳ですね、だから、うん、まあ、そこら辺の焦りはあったんだろうけどもさ、うん、まあ、こうやって結果が出るとね、まあ、ちょっと落ち着いてできるかなっていうふうに思うよね、はい、で4回、うん、岡本が34号スリーランホームランなどで応戦を上げるんだよね。でこのスリーランを打ったことによって、まあ今トップだった打点部門でトップだった牧を抜いて、はい、まあ、80打点になったのかな、個人成績でいくとね、うん、はい、今でね、牧選手が78で、そうだね、岡本選手が80ということでね、そうだ、2点リードしちゃったね、うん、はい、で5回、はい、でまあ、巨人の守り、うん、まあ、これ取れたか取れないかわからないけどさ、坂倉のあたり、はい、うん、これダブルプレー崩れで残ったランナー1、3塁に残ったランナーを置いて堂林がスリーラン打つんだよ、うん、
だからね、これね、ダブルプレー崩れで点が入るって結構あるんだよね、残った後に。でもまあ坂倉も足早かったしな、なかなか難しいとは思うけども、うん、まあなあ、ちょっとテレビで見てたからちょっとわからないけどね、うん、はい、取ってくれたらあのスリーランはなかったし、この3点はなかったという ね、 ね、はいはい、だけど、まあ、取れない打球だったかもわからないから ね、 ね、はい、なんとも言えないけどもさ、はい、で6回に2点を返すも、うん、これね2回3分の24安打4四球4失点のメンデスが、まあ、誤算だったというね、うん、これね初回の攻撃からお互い広島も巨人も一番バッターが出てバントするんだよね、うん、お互いが。ということは玉村も前回の投球で巨人に対していい投球してるんだ、うん、でメンデスはこのところだと本当に状態がずっと良かったんだよ、はい、だから3点差を境に勝負になると思ってたんだろうね、うん、両監督が。だからバントに行ったと思うんだよ、うん、それがもう初回から3点を失うという、巨人ベンチにしてはもう迷ってたね、うん、満塁になって末金を迎えた時に、うん、初球を投げてからピッチャー交代をした。コメが迷いの、いや、やっぱ迷ってたんだと思うよ、うん、やっぱり変えようみたいな、うん、でも変えて正解だったんだけどね、うん、変えて正解だし、まあ、あの追い上げ体制も作ってその後その後すぐ岡本のスリーランが出たからさ、うん、間違いではなかったと思うんだけども、うん、まあ堂林のスリーランが効いたね、うんうん、まあということで、まあ、2勝1敗で広島が勝ち越したという、はい、はい、で、うん、次ヤクルト対中日、はい、ね、ヤクルトピーターズ高橋奎二、うん、サイスニードで中日、はい、中地高橋宏斗、うん、柳というとね、はい、はい、で1試合目、うん、で10対2、うん、ヤクルト、はい、まあ村上がね特例2023で抹消された。そうですね、あ、4番を失った、うん、で大島は休養欠場ということで、うん、あれ2000本楽しみにしてたのに、うん、欠場ということでね、はい、でこの試合は何といってもね1対1から迎えた4回、はい、まあ竹岡が勝ち越しタイムリー、はい、ヤクルトのね、うん、二塁打、はい、で続く長岡が5試合ぶりのスタメンスリーランを打つという、ね、まあ、それで勝負を決める、うん、まあ、この2人というのは、うん、同期入団で同じ内野手ということ で、ね、で長岡が去年レギュラーを掴んでたんだけども、うん、ちょっと状態が悪く竹岡を使い出したんだよね、うん、そしたらやっぱり長岡は刺激を受けたというね、うん、でまあ若手が本当に躍動したというね、長竹コンビというね、うん、本当に、まあこの2人でね、うん、勝ったという試合だったけどもね、はい、はい、で岡林は、うん、29試合連続安打と、はい、ね、記録を伸ばしました、うん、本当にね、ね、はい、で2試合目、うん、で高橋宏斗、はい、3対2、初回石川貴也のスリーラン、うん、あ、ツーランホームランで先制、はい、いい出だししたよね、ね、まあ2回はよく聞いといてよ、この場面ね、うん、2回四球の走者を丸山が返す、うん、ね、1点差に迫る、はい、で6回は山田が四球でサンタナがヒット、うん、で1つのエラーでノーアウト1・3塁を作られる、うん、ね、エラーと、まあ、最初の先頭バッターがフォアボール、はい、で、まあ、エラーも絡んでノーアウト1・3塁、うん、そしてオスナの時にワイルドピッチで同点とされる、うん、ね、で7回、はい、竹岡がワンアウト2塁からワイルドピッチで、ワンアウトサードになる、うん、ね、うん、でレフトへ犠牲フライ竹岡が、うん、で勝ち越すと。今まで聞いて何が目立ったかっていうと、もうバッテリーのミスというかフォアボールとかがエラーとかワイルドピッチとかとか、はい、で、まあ、3点献上したみたいなもんだよね。うん、だからすごく中日はね、まあ、ミスが出る、うん、もったいないんだよね、ね、うん、
ね、うん、でこの試合、うん、まあ、踏んだり蹴ったり岡林が5打数ノーヒットで、うん、連続試合安打が29でストップしてあるという、そうでしたね、ね、5打数ノーヒット、うん、ね、で7回ちょっとね痛ましいことなんだけども、ね、まあ、石川が頭部にデッドボールというね、本当に、うん、ちょっとヒヤッとする場面だったけども、うん、まあ大事に至らないというか、ね、まあそのなんていうの、今はすごく頭が痛かったりとかするかもわからないけども、うん、まあ、それ以外の、まあ、頭部打撲ということでね、ね、済んだからまあ良かったなっていうね、不幸中の幸いというかさ、うん、まあただ今日の試合は出なかったけども ね、 ね、うん、だけど本当にまあ入院とかさ、うん、そんなんじゃなくて良かったなと思ってね、本当にもうこの試合ね、うん、ホームラン打ってただけに、そうだな、中日にとってはなおさら痛かったっていうね、痛いよ、そうだな、痛かったな、うん、うん、立浪監督はお誕生日だったみたいなんですけどね、ああなんか、そうか、そうなんです、それがすごく残念だったという、あ、おめでとうの電話もしなかったらちょっと忘れた、はい、ということで3試合目、はい、まあ石川ね、はい、まあ出る時にはもう来ないね、うん、怖さを振り払ってね、打席に立ってくださいね、え、はい、もう本当にね、頑張って頑張ってください、はい、で次の試合1対0ね、サイスニード完封、うん、ね、9回115球、はい、4安打、うん、無失点無四球というのがいいよ ね、 ねえ、まあ最大のピンチは後半にあった、はい、ね、8回自らのエラーなどで、うん、ノーアウト1・2塁で、うん、送りバントもされて、うん、でワンアウト2・3塁、はい、ね、村松がサードライナー、うん、ダイソーの加藤が飛び出してダブルプレーという ね、 ね、9回にはワンアウト1・3塁も、うん、ビシエドライトフライ、細川センターフライで、うん、まあ完封したというね、ね、もうヒヤヒヤもんだったけどもさ、はい、やっぱこういう運もあんのかなっていうね、サードライナーとかね、うん、まあそういうこともあるけどもね、1対0で負ける、うん、まあ、サンタナのホームラン1本なんだよね、うん、2回に出た、ね、まあ、それを守り通したサイスニードも立派だけどもさ、はい、まあ中日どうかならんかったかなって思ってね、うん、で柳8回116球5安打1失点、うん、ね、そのまあ言ったサンタナのホームランだけなんだけどさ、まあ援護点が柳の時には全くないね、これどうしたこと、ね、前回もノーヒットノーランやってて、うん、9回まで行って1点取ってたらノーヒットノーランまでついて勝てたのに、まあ結局試合には勝ったけど、うん、まあ、柳は勝ちがつかなかった、ね、今日でも1点、ね、ね、それで負けになってしまうというね、負けになってしまうというなんか勝ち運がないなというね、うん、まあ感じがするけどもね、今シーズン9敗目になってしまいましたね、まあ、そうだね、でも9敗してるけど内容的にはそうなんですよね、全然いいよね、うん、で中日、はい、18度目の完封負け、うん、で敵地で12連敗、はい、連敗を12人に伸ばしたという、うん、ロードで勝てないというね、うん、しかし、まあ、大島が、うん、まあ、今日ヒット1本打って、はい、2000本までにあと3本と迫るという ね、 ね、そういう試合でした、はい、はい、ということで、うん、セ・リーグ精神状態が露呈した今回の3連戦、はい、ね、やっぱ阪神は、うん、やっぱこうマジックも出てるし、うん、まあ、充実してるよね戦い方が、うんうんうん、まあ、それとやっぱ岡田監督のあの必死な抗議、うんうん、まあ、あれはやっぱ選手は胸打たれるし、うん、またファンは背中を押してくれるよ、うん、だからそういう意味ではすごくいい収穫のあったやっぱ3連戦だったと思うし、はい、まあ、広島は巨人に対して今年まあ、非常に戦いやすしということを、うん、まあ、感じながらやっぱ戦ってるしね、で中日は敵地に行くとやっぱダメだというね、うん、そういうのが非常にこう顕著に出た、まあ、そういう3連戦だったかなというね、なるほど、まあ、そんな感じがしました、はい、はい、ということでセ・リーグでした、はい、続いてパ・リーグ、
はい、パ・リーグはこうなりました、はい、ソフトバンクと西武はソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックス日本ハムはオリックス2勝あと 1引き分けということでしたね、はいはい、で楽天とロッテはロッテが2勝1敗の勝ち越しでした、はいはい、それではソフトバンク対西武、うんね、石川、坂東、高橋嶺で西武は平、與座、松本、はいね、1試合目 8-0、うん、これはね何といっても石川がノーヒットノーラン、ねえねえ素晴らしかったですね、まあ、3ヶ月ぶりの白星という本当に勝って上がったのかっていうぐらいの素晴らしいピッチングだったけども、まあ、9回127球、無安打、はい、8三振、うんまあ、四死球は4そうですねで無失点というね、うんまあ、育成選手上がりでは、まあ、千賀に次ぐ 2人目のノーヒットノーランという、はい、ねまあ、内訳はフライアウトが11、うん、ゴロアウト8、うん、三振8ということで、うんまあ、その中で栗原のところにサードもういじめかっていうぐらいいやらしい打球が飛んでたんだけどさよくうまくさばいてくれてたよ。もうドキドキしますよね。もうね栗原抜かれた時にやべえとか言ってたけど危ねえとかね言ってたけど本当にそのぐらいいやらしい打球が飛んでたし、うん、やっぱ完全とは違ってノーヒットノーランってエラーでもまだ継続だからね、うん、それでもやっぱりエラーってつけられると嫌じゃない、うん、あのヒットってつけられると、うん、だからもう必死だったと思うよ守る方はね、ねまあ、その中で栗原のところに飛んだのはやっぱりいやらしい打球が飛んでたね。ねえこれはもう本当に、うん、まあでも見事にさばいてね、はい、ノーヒットノーランおめでとうございます。まあおめでとうございますね、うん、あの後半からちょっと腕を上げてね前半こうちょっと横振りになってたんだよね、うん、それをちょっと上に上げることによって、まあ、制球も定まり、うん、このパワーカーブっていうのがもっとこう縦割れしだしたんだよね、うんまあ、それで好投が続いてたんだけどもね、うんうん、はいまあ見事なあのノーヒットノーランでした。はいでこの試合で、うんまあ、援護したのは、まあ、柳田、はいまあ、1500本安打達成。そうですね。それを16号ホームランで達成するんだよね。かっこいいねホームランで達成するっていうのちょうどにホームランが打てるっていうのがすごいですよね。狙ってたかのように反対方向に、うん、でもね柳田っていうのはその打球があんまり飛ばなくなったのかなっていうふうに思ったんだけど、はい、あれ流して中段行ってたね。すごいですよ。いやいやすいませんまだまだ力ありますみたいなことで、ねうん、でこの1500本安打、うん、史上135人目はいねまあ、この日3安打で決めたというね、うん、で球団史上最速の達成らしいわ。お、うん、だからまあやっぱりねずっと出てるし、ね、頑張ってるからね。ね、はい、また次は2000本を目指して。いやもう軽くいくと思うよ。カウントダウン入りますね。まあそうだね、はい、でねこの試合でね、うんまあ、ノーヒットノーランで勝てるわけないんだけども、はい、でも平がちょっとねびっくりしたのが、はい、4回109球、うんまあ、4回で109球投げてんだよね。そうなんですよね、うん、で9安打4四死球の7失点ということで、まあ、平にしてはねもう初めて崩れたような試合だったよね。自己ワーストっていうことでしたね。まあそうだね、うん、だからまあ次のピッチングに期待してます。はいで続いて3対2、うんソフトバンク、うんまあ、初回三森の先制打者ホームラン先頭打者ホームランで先制するんだよね、はい、で4回は、まあ、西武の方が中村ペイトンの連続ホームランで逆転、はいまあ、しかし 5回ワンアウト二塁から谷川原がタイムリーヒット、うんまあ、二塁打でね、はい、で同点なお、ワンアウト一三塁から牧原がセーフティースクイズでやるんだけどもさ、はい、まあ谷川原、うんもう頭からホームに突っ込んできてタイミング的にはどうかなと思ったんだけどやっぱりいい足持ってんね。うん、で勝ち越されたという勝ち越したというね、うん、で、まあ、前回與座にねこれ完封負けしてるんだよソフトバンクの方はね、はい、でなお記録を持っててさ、うん、ノーヒットノーランの翌日の試合は19年22年と完封負けだったんだよ。だから不吉な試合だったんだけどもさまあ三森が先頭打者ホームランを打ってくれたことによってその完封からの払拭されたよね。だからまあ良かったかなというね。もう解き放たれましたねその瞬間にね、うん、まあそれでまあ
逆転一時期はされたんだけど、うん、逆転して、まあ、この試合を勝ったというね、はい、うん、でおかわり君が466号のホームランを打って単独12位、うん、ね、うん、その上が田淵さん、はい、ね、470ちょっと打ってんだよね、うん、だからまあこれも射程圏内に入ってきたというね。なるほど、はい、はい、で3試合目、うん、6対4西武、はい、1対1からの6回、うん、西武は打者一巡の猛攻で5点を取るという、うん、で先発全員安打、はい、その5点を6回にはね、うん、まあその9本の安打を集めて、うん、今日は17安打、はい、ね、まあ17安打中9安打を6回に集中させたという、ね、で全員安打ということでね、うん、まあ、その中で目を引いたのが栗山、うん、4打数4安打、はい、ね、中村と同期で本当チームを支えるおっさん40歳お互い ね、頑張ってるよね。まだねお誕生日来てないから39歳なんですが、う、うん、同じね年ですもんね、同期でね、まあ、今年40歳を迎えるという選手が、うん、本当にチームを支えてね、うん、若手とかそういうのを鼓舞してるなっていうふうに感じるけどもね、はい、でソフトバンクはね今宮7号ソロ、うん、で6回には柳田ソロホームラン、はい、まあ、8回には栗原のツーランホームランで、うん、まあ、迫っていくんだけども、うん、ホームランでしかこの日は、点が取ることができなかったというね、まあ、そういう3連戦でした、はいはい、で続きまして、うん、オリックス日本ハム、はい、ね、日本ハムが負けちゃったんだけどもさ、はい、オリックス山下俊平太山崎幸也、うん、東、うん、で日本ハム噂は伊藤、うん、上原、はい、ね、1試合目山下、うん、ね、これ引き分けになった試合なんだけど1対1、ね、延長 12回まで引き分けでしたね、はい、山下俊平太、はい、7回101球、ね、3安打10三振1失点、うん、はい、噂は9回までいった ね120球、うん、6安打8三振1失点、うん、1失点、はい、でね、この試合で延長12回、うん、まあ、2塁まで進めた日本ハム、はい、ダイソー江越、うん、ワンアウトから、うん、で郡司のライト前ヒット、うん、セカンドのねちょっとこう左の方にライナーで飛ぶんだよね、はい、で一瞬戻ったんだろうね危ないと思って、うん、でそれからサードコーチャーが回して、うん、ホームに帰ってくるんだけどもさ、でもオリックス側も、うん、オリックスの守り陣もライトがもうセカンドベースに投げてんだよね、はい、もう帰られたと思って諦めてんだよ、うん、やっぱこうセンターの方向だったから、はい、でホームに投げれないし、うん、でショートの紅林に投げたんだよ、はい、うん、だけどスタートが遅れてる紅林が見てたんだよ、はいはい、それをホームにつないでアウトにしたんだけどさ、うんうん、これは見事な中継プレーだったけども、うん、まあ、紅林の肩も抜群にいいんだよね。なるほど。だから、うん、まあ、刺すことができたけど、これがワンアウトだっただけに止めるっていう選択肢っていうのはなかったのかなっていうね。なかなか難しいですね。いや難しいんだよ。でね、うんうん、取れる時に取っとかないと、そうですよね、っていうこともあるし、もう延長ね、うん、入ってますし、あれはね回すしかなかったと俺も思う、うん、うん、またその時の打球もねこうもしかしてないなと思ってっていうのもありますからね。そうそう、うん、でね、江越が戻ってるのも分かってると思うんだよでもそっからスタート切って、まあ、江越の足だったらなんとかなると思って回してたと思うんだよね、うん、でホームで、ホーム寸前でタッチアウトということでね、最後に見応えが来たという試合だったの、はい、もう2回に1点ずつ取ってからずっとゼロでしたからね。そうだね。でもやっぱ山下俊平太、まあ、噂も日本ハムのエースとして、うん、まあ、対等に投げ合ったというね、うん、まあ、素晴らしい投手戦と言ってもいいぐらいの試合でした、はいはい、で2試合目、うん、山崎幸也と伊藤21、うん、オリックス山崎幸也6回3分の2を無失点、うん、はい、ね、キャリアハイとなる9勝目を挙げた、はい、ね、この前ねそういうチャンスもあったんだけど逆転されてねダメだったんだけども、うん、まあ、しっかりこの日は勝ったという9勝目、うん、もう10勝も見えたというね、
で一方伊藤、8回4安打2失点ね、こっちも素晴らしいんだよ、はい、で伊藤は紅林に3回にソロホームラン、7回に中川がソロホームラン、この2本のホームランで負けるという ね、 ね、うん、で日本ハムは10残塁、はい、で4回以降は毎回得点圏へランナーを進めるんだけども、返せたのが8回、ツーアウト2塁から万波のタイムリーの1点だけというね、ああなんかもうじりじりするような試合で ね、 そうですね、1本出とけばみたいなことだったんだけども、うん、これが面白いんだよ新庄監督のコメントが、ね、打線を攻めないんだよ、ね、しょっちゅう打ってたら面白くないってなんとも微妙なコメントなんだけど、しょっちゅう打ってたらそんないつもいつも打てるわけじゃないと、でしょっちゅう打ってたら面白くもなんでもないじゃないかと、ね、まあ、こういう日もあるよということで、打線を攻めなかったというね、なるほど、まあ、このコメントっていうのはね、やっぱりこう打者陣の心をくすぐるね、なるほど、よし明日はみたいな、そう言ってくださるならよし頑張ろうって、いやそう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 、ね、で3試合目、しかし、はい、1-0 オリックスね、打線どうしたみたいな、ね、もう本当ロースコアな試合、まあね、3試合でしたね、うん、で東、ね、7回96球3安打、6三振無失点、まあでも東もいいね、154キロとかポンポン出してくるもん ね、うん、で上原も素晴らしかった、はい、で9回、4安打5三振、無失点という、ね、うん、で9回投げて、まあ、先頭打者を一人も出さなかったという、すごい、だからこの好投につながったんだけどもさ、9回投げて先頭打者を一人も出さないっていうのは素晴らしい投球なんだよ、ね、うん、で無失点に抑えてるという ね、 ね、でこの試合も延長に入ったんだけども、はい、先頭の四球から、ね、うん、まあ、進行敬遠もありワンアウト満塁になるんだよね、まあ、そこから中川がサヨナラ内野安打という、ね、やっぱフォアボールが絡むんだよ先頭打者の、本当ですね、上原は一人も出さなかった、ゼロに抑えた、でもリリーフ陣が、ね、先頭打者を四球で出しみたいな、ピンチを招き、もう仕方なく申告軽減をし、まあ、内野安打でサヨナラを食らったというね、でね、オリックス今、ね、ロースコアですねって言ってたけども、1点2点1点しか取れてない、オリックスの方は、本当にね、バッティングと言ったら本当に状態はものすごく悪いんだよ、バッティングが悪い、あのピッチャーが良いじゃなくて対戦、まあ、確かに上沢も良かったし伊藤も良かった、上原も良かったけども、まあなんとかするチームなんだけどもさ、まあだけど状態的にはあんまり良くないよ、チームの状態としたらね、まあだけどこういう時に負けないでしっかり勝っていけるということが、まあ、オリックスの強さ、ね、まあだから日本ハムよりもやっぱオリックスの投手陣が、いいんだろうね、頑張ったと思うよ、ね、確かにね、だからこういうところで星を落とさないっていうのが、まあ、オリックスの強さかなって思うよね、なるほど、負けてないですもんね、負けてないんだ、はい、はい、最後楽天対ロッテ、はい、楽天、岸、庄司、則本、でロッテ種市、カスティーヨ、小島、はい、ね、1試合目4対1ロッテ、この試合はね種市、はい、8回114球、7安打7三振1失点、はい、初めての2桁10勝を挙げたというね、はい、でこの試合で目についたのが種市のコントロールの良さ、であの右打者への外の出し入れっていうのをするんだけど、はい、この日はインサイド右バッターのインサイドの出し入れができるぐらいの制球があったんだよね、だからそういうそのなんていうの制球力抜群でさ、あの翻弄していったというね、で2回、はい、ポランコ対ブロッソが、犠牲フライで2点先制、3回ですかね、あ3回か、はい、はい、2点、2点先制ね、はい、で7回には中村がツーランホームランで、まあ、リードを広げるという、はい、でこの中村、7月26日以来の3番で猛打賞、ね、あのやっぱ中村がこうやって、まあ、繋いだりだとか、
ホームランを打ってくれるとすごく楽なんだけどね。ずっと今年あんまりいい時期がなくて苦しんでただけに、まあやっと状態が上がってきたのかなっていう感じはするね。なるほど。そしたらロッテの足取りっていうのも少し軽くなるかな。今はちょっと重かったからね、はい、まあエラーが絡んだりだとか、まあ、しながらね、はい、だからポランコ山口が打たなきゃ勝てないかなっていうような、まあ、そういう時はあの続いてたからね、はい、まあ、中村が一面加わってくれるといいよね、はい、でこの試合で浅村が史上60人目の3000塁打達成という、はい、そうなんですよね。3000塁打ってピンとくる？ピンとこないです。来ないよね。だからホームランだと4塁ってことですよね。そうそうそう、だからねホームランに換算すると700何本打ってる計算になるんだよ、ね、ね、だからそう考えるとすごいでしょ。ね、そういうことなんです ね浅村選手ね、これからもね記録を伸ばしてください。いろんな記録をカウントしてるんですね。そうだよね、考えるとね。本当だよ ね、はい、はい、で2試合目、7対5楽天、はい、まあ初回デッドボール、フォアボール内野安打で、ノーアウト満塁から、ポランコタイムリー、でツーアウト取るんだけどもさ、山口がタイムリー、やっぱりポランコと山口が打つなみたいな、打ったら点が入るなっていう。でこれ4点を取るんだよ、先制するんだよね、はい、で3回は3点を楽天が、阿部の2点タイムリーで1点差、まあその前に1点取ってるけどね、はい、1回にね、で1点を8回、はい、これねエラーから始まるんだわ楽天の攻撃で、はい、守りがロッテ、まあショートがエラーをして、はい、2アウト3塁から代打島内が同点タイムリー、はい、ね、からコブちゃん、はい、小深田、辰巳が続き、まあ、3点を取り逆転をして逃げ切るという、ね、まあ、初回に4点取ってるだけにさ、勝ち切らなきゃいけないんだけど、まあ、先頭打者の、まあ、打球をエラーするとやっぱこういう風になってくるのかなというね、でこの試合で代打で出てきた島内が同点タイムリー、はい、ね、これを島内、打点を取ったりだとか最多安打とか、まあ、タイトルとか2つぐらい取ってるんだよね、この男が帰ってきた、ね、調子を上げてきてる、はい、だから楽天もそろそろエンジンがかかってくるという、ね、まあ、そろそろかかってる、もうかかってるんだけどさ、まあ、島内のエンジンが、かかってくるというね、はい、まあ、そういう試合でした、はい、で3試合目、はい、4対3ロッテ、初回、ポランコ山口のタイムリーで2点先制、はい、この日ね打順を変えてきたんだよね、はいはい、それまでポランコと山口は話してたんだけど、ポランコ山口ってつながるような打線を組んでたのが功を奏して、まあ、2点先制するんだよね、でしかし5回打線がつながり辰巳の盗塁も絡みながら、浅村が逆転タイムリーで勝ち越すという、まあ、しかし7回ワンアウト3塁から荻野がレフトへ同点タイムリー、ね、で9回にはまた同じシチュエーション、ワンアウト3塁から荻野が勝ち越しタイムリーという荻野やるじゃない、ね、でね楽天はね、ロッテの10安打を上回る11安打を打ってるんだけども、そうですね、でねそれに加え、ロッテの投手陣から6つのフォアボールをもらってるんだけども、まあ、3点しか取れなかったというね、もう一本が出ないというね、まあ、そこら辺ロッテの投手陣もそういうふうに打たれながらフォアボールを出しながら、まあ、粘れる力はあるんだけどもね、はい、まあ、楽天が上に行くんであれば、もう少しここ一本っていうね、勝負強さが欲しかったかなという試合だったね、はい、はい、まあ、そういう試合でした、はいはい、ということで着実に足固め、はい、マジック点とマジか、ねえ、ね、まあ、着実に、まあ、ロッテ、あ、ロッテじゃない、ソフトバンク、ね、オリックスなんかも負けないというね、もう状態的には本当に悪いと思うんだけども、はい、野手のね、いやだけど負けないと。でロッテも頑張ってきだした、また ねしっかりくっついてますよね、ちょっとね、まあ、ミスがね本当に失点に絡んだりとかするケースがロッテは多いんだけど、まあまあなんとか勝ち越したからね、だから着実に上位が
あの足固めをしだしたやしだしたかなって。上位3チームが2勝ずつですもんね。そうですね、うん、でもマジックの点灯は間近なのかな、ね、これは避けられない、うん、マジックは出ちゃう、はい、ね、はい、ということで、まあ、3連戦を振り返りましたけども、はい、まあ一番次のカードで思うのは、はい、DeNA 対広島、広島ね、うん、ああここはやっぱ宮崎が怪我人が出てしまったという、でバウアーで落としてしまったというね、うん、まあ、そういう焦りもあるだろうし、うん、まあ、しっかり戦わないとこれは下の巨人が来るかもわからないから、うん、まあ、これはねちょっと本当に気も据えて戦わないといけないかなっていうふうに思います。なるほど、はい、はい、まあ、パ・リーグの方は、はい、ロッテ、ソフトバンク、西武、オリックス、日本ハム、楽天、ロッテ、ソフトバンクか、うん、まあここもやっぱしびれるゲームになるなねだから2位、3位、うん、次のカードはね、そうですね、まあそういうところにやっぱこう注目かな。これソフトバンクはね今 2.5 ゲーム差にくっついてるんで、ロッテに、うん、だから3連勝したらひっくり返るということだからね。そういうことですね、はい、はい、だからまあどうなるかね、うん、はい、まあ楽しみです、はい、はい。